はい、でも隙間時間にサクッと学べる聞く読書の聞く本がお届けします。今回のテーマは財産の作り方。ご紹介する本は本田清六私の財産告白です。すごいタイトルですよね。この本は一言で言うと凡人がお金持ちになるための方法、これについて書かれている本です。本田清六って皆さんご存知でしょうか。本田清六先生、どんな人かというと、日本初の林学博士で公園の父と呼ばれ、日比谷公園など全国60以上にもなる公園植栽の設計を手掛けた人物。本田清六先生、東大卒で頭もめちゃくちゃいいんですけど、貯金の神様として有名なんですね。独自の貯金と投資で大金持ちになります。今回ご紹介する本私の財産告白は、本田清六先生がどのように稼いだのか、貯金をしたのか、そして投資したのかというお金に関する話を赤裸々に綴った本。一体本田清六先生、どのようにお金持ちになったのでしょうか。結論から言うと、副業して質素倹約な生活を送り、お金を貯め、貯めたお金で株や土地などに投資した、こうなります。投資するためにはいわゆる種銭が必要ですよね。この動画では現代にも十分通用するお金持ちになるための方法、賢い投資方法を分かりやすくご紹介します。それでは早速参りましょう。本田清六私の財産告白。前半は本書で紹介されていた投資するための種銭を作る方法を解説していきます。はい、本田先生はこう言ってます。投資するための雪だるまの芯さえ作れば、あとは雪玉が坂道を転がっていき、勝手に大きくなるように財産は自然と大きくなる。雪だるまの芯、とってもいい表現ですね。分かりやすい。では早速雪だるまの芯を作る具体的な方法を3つご紹介します。1つ目は本田式4分の1貯金です。これは漫画インベスター Z などお金に関する本でもたびたび取り上げられているので知っている方もいるかもしれません。本田式4分の1貯金とは、給料の4分の1を天引きし貯金するというシンプルなルール。ちなみに臨時収入は 100% 貯金します。天引きされるので最初から財布に入ることがない。だから自然に銀行口座にお金が貯まります。例えば月手取り20万円なら、その4分の1、5万円を給料が振り込まれる銀行口座とは別の口座に振り込んで貯金をする。4分の1って結構大きいですよね。ただ頑張れば不可能ではないレベルです。本田清六先生は25歳からこの方法を実践しお金を貯めました。始めた頃は生活が苦しかったそうですね。目指しとたくあんみたいだね。しかし妻や子供に最初は辛いけどどんどん楽になるから今は我慢してほしい、こういうふうに言って理解してもらったのだそう。このフェーズでのポイントは、決して他の人が自分よりちょっとくらいいい服を着ていい車に乗っていたとしても、強い意志で自分は倹約に努める、無駄にお金を使わない、人に合わせないことだと指摘されていますね。現在だったらね、なんかモンクレールのいいダウン着てるあの人とかね、いやめちゃくちゃ高いですからね、もうねそんなの気にしないね、自分は倹約するっていう、こんな感じですね。はい、本田清六先生、ずっとこの本田式4分の1貯金を続け、40歳の時にはすでに銀行利子や株の配当が給料を上回っていたのだそう。言い換えれば40歳で経済的自由を達成したわけです。すごいですよね。本田式4分の1貯金はお金になるためにはマストです。ぜひここだけは覚えておいてください。はい、次に行きましょう。雪だるまの芯を作る具体的な方法2つ目、副業せよ、人より多く働いてたくさん貯める。副業と聞いてびっくりした方も多いのではないでしょうか。最近ようやく副業ブームが来ていたと思ったら、およそ100年前の暮らしの話なのに、副業しないと金持ちにはなれないと本田先生すでに言ってるんですよね。おおっていう感じですよね。お金持ちになるための方法は大きく分けて2つあります。それはたくさん稼ぐという攻め、これが1つ、もう1つは節約倹約するという守りですよね。中でも最強の方法っていうのは、人より多く働いて稼いで倹約に努めてたくさん貯めるとね、攻守両方頑張るスタイル、これをやったのが本田清六先生。副業はじゃあ具体的に何をしていたのか。本田清六先生、本職では東京大学で、山林学の先生をしていました。
その他に講師の掛け持ちですね、まあ、早稲田とか私大で他の大学で臨時講師もしていたそうです。その他東京都内務省、文科省鉄道会社などの嘱託職員、まあ、アルバイトみたいなもんですよね、もやっていました。1日のうち寝るのと食べるの以外はほとんど仕事をしたのではないでしょうか。すごいですよね。こうして副業で稼いだお金を本田式4分の1貯金でしっかり貯めたわけですよね、まあ、本業の東大の、ね、先生のは4分の1貯金、ね、4分の1貯金する。で他のアルバイトとかはもう 100% ね、全額貯金するわけですからね、それはたまりますね。はい、ポイントは本業のね足しになるような副業を本田瀬六先生が選んでいるところです。本業はね、さっき言った通り大学の教授なので、それを横展開して他の学校でも教えています。学業のね切り売りっていう言葉を本田先生使ってます。本業が終わった後に居酒屋でバイトとかは決してしてないわけです。観光庁での仕事も自分の専門分野、林業や公園設計、都市設計とかね、街づくり、こうした知識をより深めることができそうですよね。つまりね、本業と副業の、まあ、相乗効果みたいなことやってるんですよね。さすがですよね。で本業の足しになるような副業をするのは、現代で副業をする場合も超重要なこれポイントです。副業をしていることがもしもね、明るみになった時に、本業の足しになっているからやってるだけで、別に私は稼ぎたいわけじゃないんですって言えるからです。できたら実際に副業で得たスキルを本業で生かしていますという既成事実をどんどん作ってしまうのが一番いいです。今ちょっとねなんかピロリンってなったかもしれないけど、ご飯が炊けた合図です。はい、すいません。例えば本電子書籍の出版っていうのはライティングのスキルの向上のためやっており、本業でも分かりやすいマニュアルを私は作りましたとかね、ブログをやってる、副業でブログをやってるのであれば本業でもホームページや EC サイトを作りましたとかね、こうやって副業のスキルを使って実際に本業で役に立ってるっていう事実を作っちゃえば、会社や同僚から副業をしていることに対して指摘されることはほぼないでしょう。本業と副業の相乗効果は絶対あるといいですね。もう100年前の本田瀬六先生がやってるのは今もとっても重要ってことですね。で現代でサラリーマンの副業と聞くと会社で禁止されているからできないという人が多いかもしれませんが、この状況はおそらく100年前本田清六先生がバリバリ副業していった時期とさほど変わりません。むしろ以前の方がしづらかったと思います。夜間警備とかコンビニとか本業に差し支えるような副業は絶対 NG ですが、本業の足しになるような副業はきちんと申請すれば会社で認められる場合も多いです。本田清六先生のように本業の足しになるような副業をして人の役に立ちながら、そして本業でもそのねスキルを生かして結果を出しながらガンガン稼ぐ、これが現在の財産を作るコツと言えるでしょう。はい、次行きましょう。雪だるまの芯を作る具体的な方法3つ目、毎日仕事を積み上げる。2つ目の副業の話ともこれはリンクしてきます。本田清六先生が25歳から4分の1貯金と一緒に始めた習慣があるんですね。それが1日1ページ本を書くことなんです。一体どれくらい書いていたかというと、原稿用紙1枚なのでだいたい1日400字ですね。でこれなぜ始めたかというと、やはりね学者なので本を出すことっていうのは絶対的に重要って本田先生が考えていたからです。でずっと続ける毎日ねって大変ですよね。うん、毎日大変で、毎日ねブログ更新とかラジオをね毎日配信とかね、こうやって YouTube の動画とかなかなか続かない。1日サボると次の日もまあいっかってなってしまい更新が止まるなんていうのはありがちですよね。で本田清六先生も怪我をして入院してしまった時があったのだそう。でその時は1日1ページ書くのがちょっとストップしちゃったんですって。だけどもう退院した後はその遅れを取り戻そうと1日3ページ書くことにしたと。すごすぎますよね。普通ここまでしないですよね。でその後はなんと1日3ページ書くことが習慣になってしまって、なんと死ぬまでに370冊余りの本を書いたそう。370冊本を書いて、すごいですよね。こんな人いないですよね。ここで重要なのは本を書くことで印税がもらえるので、これも副業の一種なのですが、
先ほどコツ2でご紹介した臨時講師や観光庁のアルバイトとは決定的に違うところがあります。それはアルバイトは自分の時間を切り売りする労働型ビジネスなのに対して、本を書くことは一度出版したらずっと自動で売れ続けるストック型ビジネスなのです。本はね、自動で売れ続けて印税が入りますし、本にまとめた知識や本を書いた実績ねはずっと残り積み上がりますよね。こうやってストックすることができるビジネススタイル、これがストック型ビジネスで、まあ、ビジネスとして優秀です。で、本を書くことももちろん本職の大学教授のね足しになるというところもポイントですね。こうすれば副業をすればするほど本業での評価も上がるわけです。あ、本田清六先生また本書いたの偉いねってなりますよね。で、労働型ビジネスとストック型ビジネスの差についてはこの聞く本チャンネルで、ボードシェーファーそろそろ本気でお金持ちになりませんかという本の解説動画で詳しく紹介しているので、よかったらこちらもぜひご覧ください。本当ね、この労働型ビジネスとストック型ビジネスの差っていうのはぜひ覚えておいてほしいところです。はい、次行きましょう。ここまで投資するための種銭、雪だるまの芯を作る具体的な方法を3つご紹介しました。後半はこの雪だるまの芯を使って投資する方法についてご紹介します。本田清六式投資の極意を一言で言えば、自分の得意分野知識を生かし時代を読み投資することです。本田清六先生はドイツに留学に行っていたのですが、その時の恩師ブレンタの教授はとても裕福だったんだそう。そんなブレンタの教授は本田先生にこう伝えました。貯めたお金をそのままにしていくのはもったいない、投資しなさい。現在の日本の状況であれば鉄道と山林がいいだろう。このように投資について教わった先生は日本に帰って早速鉄道、電気など複数の株を買うと同時に埼玉県秩父の山林を買いました。はい、2万円で買った山林は日露戦争の特需で山林の価格が上がってもうね価値が上がったんですよ。一体いくらになったと思いますか？なんと2万円が5000万円になったのだそう。そこでね、山林を売ってたお金でまた株や山林を買い足したのだそうです、ね、2万円が5000万円になったってすごいですよね。このように若い頃に作った雪だるまの芯を転がして本田先生は使い切れないほどの巨万の富を得ました。晩年匿名で県にねこの財産を寄付しており、金は稼ぐよりもうまく処分する方が難しいんじゃってね、こんな風に本書の中でも言ってます。もう本当に羨ましい悩みですよね。このセリフ言ってみたいです。はい、本田式投資のポイントは分散投資、時代の波を見越した投資、自分の得意分野を生かした投資の3つと言えます。1つ目、分散投資はリスクヘッジの基本であり、1つの分野に全て投資するのではなくていくつかの分野に投資することです。例えば全て鉄道系の株を買っていたら、仮に鉄道事故がねその会社で起こったりすれば株は大きく値崩れしてしまいますし、今回の新型コロナのように外出機会が減少すればやはり株価は下がって大きく損をしてしまいます。こうならないように鉄道とは関係ない複数の業種に投資するのが大切です。これがまあ分散投資ですね。よくね、卵は一つのバスケットに全部同じバスケットに入れておくなみたいなね、話があって、そうするとねバスケットわーって落としちゃうと全部卵が割れちゃうからいくつかに分けましょうねっていう分散投資の例えでよく言われます。はい、2つ目いきましょう。時代の波を見越した投資、はい、これは今後伸びる分野を予想してそこに投資すれば株が値上がりして大きな財産を築くことができるって、まあ基本ですよね。本田先生の時代は鉄道、電気、土地、不動産、山林でした。現代であれば特にこのアフターコロナであればどんな分野が伸びそうでしょうか。皆さんちょっと想像してみてください。ステイホームの関係でネットですよね。やっぱりネットの分野とかテレワークの関係は大きく伸びています。またマスクやアルコール消毒用品などを作る会社も伸びています。全体的に言えるのはコロナはネット分野にとって大きな後押しになっているっていうことです。もうね、外出機会がね減ってなるべくネットでやろうねってなってますもんね。オンライン学習とかね。
働き方、教育、就活など大きく変わっています。逆にこれまでの飲食店、観光、不動産などは落ち込んでいます。まあ、ただし観光はね、コロナが落ち着いたらまた伸びると私は考えています。今がそこであって、ここで勇気を持って投資すれば、あとは長期で上がるのを待つだけとも言えます。まあ、こういったね、時代の波を見て投資しましょうっていうことで、これはね、本当もう今でも十分通用するっていうことですね。まあ、3つも全部通用します。はい、3つ目のコツが、自分の得意分野を生かした投資です。本田先生の得意分野といえば、専門である林業や公園設計です。だから山林投資は、どの山が豊かで今後高く売れるとか、きっと知識を持っていたはずです。また公園設計もやっていて、観光庁でもアルバイトをしていたことから、きっと今後はこの町にね、鉄道が通って町が発展するとか、そういった都市開発に関する情報や人脈は絶対持っていたと思うんですよ。で、そういうのを生かして、これからね、発展しそうな町を通る鉄道の株を買ったりして、予想通り株が値上がりするって、まあね、多分そうだったと思いますよ。うん、まあね、インサイダーギリギリみたいなのは絶対あったと思います、おそらく。はい、つまり投資にも自分の知識を存分に生かしてるんですよね。何も情報がなければただのギャンブルになってしまいますが、知識を生かして勝算のある投資ね、勝算のある投資ですを行っていたから、負けることもあったけどトータルで大勝ちしているわけです。はい、もうギャンブルじゃないんですよね。勝算のある投資をやっていたってことです。ここまで本田式投資のポイントである、分散投資、時代の波を見越した投資、自分の得意分野を生かした投資、この3つをご紹介しました。いかがでしたでしょうか。前半では投資するための雪だるまの芯を作る3つの方法、後半では本田正六式の投資法3つのポイントをご紹介しました。おさらいしてみるとこんな感じですね。はい、最後に基本的補足をします。本田正六先生による凡人が財産を築く方法が書いてあるのが本書ですが、紹介されていたことは意外と普通だなぁと、こう思いませんでしたでしょうか。天引き貯金をしろ、副業して稼げ、毎日継続して自分のビジネスを積み上げろ、ざっくばらんに言えばこんな感じですよね。これを聞いて思うのは、お金持ちになるための近道はないと、こういうことです。私はこう思いましたね。お金持ちに近道なしと、頑張るっていうね、コツコツ地道にやることやって、貯める、ある程度貯まったら投資する、もうこれだけなんですよね。実はこれは、隣の億万長者という本があるんですけど、この本はアメリカの富裕層がどのようにお金持ちになったのかをデータをでね、調べた本なんですね。で、この本に載っていた法則も、本田正六の私の財産告白とかなり似てますね。とにかく倹約して天引き貯金で投資って同じこと言ってるんですよね。アメリカも日本も一緒だったってことだし、100年前と現在も一緒なんですよね。お金持ちになる方法っていうのは変わらんっていうことなんですよね。これも、聞く本、聞く読書チャンネルで紹介してますので、よかったらぜひご覧ください。はい、大事だから最後もう一度言います。お金持ちになるための近道はありません。コツコツ努力で頑張りましょう。私も頑張ります。最後に本田正六先生の名言を一つご紹介して終わりたいと思います。人生すなわち努力、努力すなわち幸福。はい、いい言葉ですね。努力することが幸福につながると言ってるんですね。もうね、全面同意ですね。もう目標を立てて、それに向かって努力する、それがね、やりがい、生きがいになって楽しいんですよね。もう、はい、本当そう思います。ね、皆さん目標いや夢持ってると思いますけど、それに向かってコツコツ、頑張りましょう。今回も皆さんのお役に少しでも立つことができたら幸いです。よかった、役に立ったという方はチャンネル登録や高評価をぜひよろしくお願いします。最近ですね、ヒマラヤのほか、ラジオアプリスタンド FM でもこの聞く本、聞く読書チャンネル配信を始めましたので、よかったらそちらも聞いてください。それではまたお会いしましょう。聞く本がお届けしました。どうもありがとうございました。